ブインウォーズは2019年に配信されたアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。ジョナサン・メーベリーの同名小説を原作に人間を吸血鬼に変えてしまう未知のウイルスが広まる世界を描く。出演はイアン・サマー・ホルダー、エイドリアン・ホームズ、ジャッキー・ライなど。2019年12月5日にネットフリックスオリジナル作品として全世界へ配信され。 一シーズン限りで打ち切りとなった。大学の研究員であるルーサーは、親友のマイケルを連れ、連絡が取れなくなった北極の研究施設へ向かう。マイケルは北極で人間を吸血鬼に変えてしまう未知のウイルスに感染し、次々と恐ろしい異変が起こり始める。v ウォーズのキャスト、上段左から、イアン・サマー・ホルダー、ピーター・ウター・ブリッジ、カンディス・マクルーア、 ローラ・バンダー・ボート。2018年4月16日、ネットフリックスは本作の制作を発表した。撮影は2018年6月にサドベーリーとオンタリオ州ケンブリッジで始まり、2018年10月にカナダ・オンタリオ州トロントで終了した。2020年3月30日、第1シーズン限りで打ち切りになったことが発表された。 本作は批評集積サイトの6件とまトずトに9件のレビューがあり、批評価支持率は56%、平均点は10点満点で6.73点となっている。ありがとうございます。